鹿島アントラーズの選手たちがクラブアドバイザーを務めるレジェンドジーコ氏と再会した動画ジーコ氏と選手の再会に思わずほっこりジーコ氏は2018年7月から鹿島のテクニカルディレクター TD を務めていた中2021シーズン限りで優退 その後、ブラジルへと帰国して2022シーズンからクラブアドバイザーに就任すると、シーズンに2度来日している。そのジーコ氏は、18日に4月に続いて2度目の来日。今回の滞在期間は12月上旬までで、トップチームの試合に帯同するほか、クラブ主催イベントなどに参加する。 11月11日に開催する明治安田生命 J1 リーグ第32節の柏レーソル戦では、奈良橋講師と共にソキオファンクラブ特別イベント、フリークス公開取材レジェンズトークを行い、12月10日には鹿島スタジアムで実施するソキオフェスタ2023に参加予定だ。その中、19日にはチームの練習にも姿を見せ、選手たちと再会。 一人一人と挨拶を交わす様子がクラブの公式 YouTube チャンネルでも公開されている。特に MF 柴崎学とは通訳を交えず、時間をかけて話していた。その光景には、ファンも、ジーコとの絡み見るだけでいつも感動してしまう。いつも大事な時期に駆けつけてくれるジーコさん。こんな気さくなレジェンド、ジーコくらいちゃう。もうおじいちゃんと孫の距離感ですやん。微笑ましすぎる。 見てるこっちも笑顔になるね、とコメント。微笑ましいシーンにさまざまな反響が寄せられている21日には第30節で首位のヴィッセル神戸と対戦する鹿島ジーコ氏に白星を届けられるか